皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただきま、本当にありがとうございます。今回の動画は、ニコンが実施しているキャッシュバックキャンペーンの中で、カメラ編、ミラーレス一眼であったり、今回ね、まあ、前回もあったとは思うんです。過去にはあったと思うんですけども、一眼レフもキャッシュバック対象に入っているというところがあって、いつもはこのレンズが、あのレンズが、みたいな形でレンズにフォーカスするんですけど、今回はどちらかという、まあ、Z6 の3型、Z63、 を含めてですねカメラ側がちょっと注目されているところもありますし、まあ、ピックアップという形で Z63 と ZF っていうものが、えーね、今回初めてキャッシュバック対象に入るというところもありますのでカメラ側にフォーカスした内容でキャッシュバックというものをまあ、お買い得かつこういったカメラだよみんなはどのカメラが注目しているみたいな話ができたらと思います。今回もチチュューーーブブスタートですジマチューブ はい、改めまして、島でございます。今回も記事作ってきました。えー、こちらですね、ニコンクリエイターズ応援 オータムキャンペーンですね。えー、2024のカメラ編という形になっております。まあ、10月のね、まあ、25から開始されていて、1月14日、今回結構長いですね。オータムという名のオータムウィンター、次多分スプリングになると思うから、次のキャッシュバックはですね、オータムウィンターなのかなというところで、結構期間ね、えー、長めに設定されているなというところでございます。私自身今回のね、対象になっているカメラとレンズは全て利用しておりますし、もっと言うと全てね、まあレビュー ビュー関係の記事ななんかかもも、えー、動画もね収録しているかなというところがありますので全てのレンズ、えー、カメラを利用した一人のユーザーとしてお話できたらなと、えー、目次ですね1つ目はまあ、初めに今回の話の、まあ、概要で2つ目がキャンペーンについて3つ目キャッシュバック対象についてまあ、ここがかなりボリューミーですねで4つ目ミラーレスカメラの、えー、ボディと、まあ、レンズのキットであったりとかレフ機のね、えー、カメラのところの話 のまあ、5つの項目でお話できたらなという形でございます。まずはじめにニコンクリエイターズ応援オータムキャンペーンの2024まあ、皆さんもね。 数多くの、えー、カメラとレンズが対象になっております、まあ、最大7万円キャッシュバックっていう形になっておりますので、えー、前々から欲しかったカメラ前々から欲しかったレンズが対象になってたらいいなみたいなね感じでどのカメラとレンズが、えー、キャッシュバック対象になっているのかを、えー、チェックされているのかなというふうにね、えー、思うんですけども先にはニコンにこのキャッシュバックキャンペーンっていうものが えどういったものなのなか、まあ、ざっくり、ね、概要をお伝えしていくと、えー、このキャンペーンはですね、えー、購入期間と、えー、まあ申し込みの期間、まあ、申請の期間というのがあるんですけど購入の期間の間に対象製品ですね、キャッシュバックの対象製品を買って た上で応募受付期間内に、えー、指定の方法で応募するというかまあ、申請する私はこの期間に、えー、あなたのところのカメラとレンズ、えー、買ったので、えー、申請するからキャッシュバックでお金返してねっていう申請をする形に なります、えー、対象製品ごとにね、まあ、金額が、まあ、決まっているので、まあ、そのあたりをねチェックしていこうかなというところですで昔はえっと郵便局の窓口とかでなんか紙が届いてねそれに印鑑と免許証やったかな本人確認ので持っていって郵便局の窓口とかで現金そのまま「これ私です、えー、お金ください」って言ったら郵便局の窓口の人がお金くれてたんですくれるというか換金してくれてたんですね。 でも本人行かなあかんし基本まあ免許証とか,なんか本人確認があるからねまあお金預かりに行くから換金しに行くからねただまあ結構あれ 平日の <laughs> 郵便局さんがねまあ大きいとこやったら夜でもやってはるかもしれへんけど街の郵便局さんやったら平日のね5時ぐらいにしまっちゃうしっていうところがあってまあなかなか、えー、タイミング見計らんと自分も換金できずにキャッシュバック受け取れんかったら意味あらへんなというところがあるんですけど最近はね銀行振り込みっていうのがお願いできるようになったんでもう銀行振り込みお願いしますってここの口座に入れとってくださいみたいな感じにしたら 入金されてたりするのでもうすごくね便利になったかなと思います対象の製品の購入期間は25日10月の24年の10月の25日から25年うわもう早いねあと2ヶ月で今年も終わりますねそりゃ寒なってくるわって話なんですけど25年の1月14日までの間に購入した対象製品が対象になると。 で、その対象製品を、えー、受付期間が、えー、2月14日、バレンタインやね、2月14日のバレン、来年のバレンタインまでの間に申し込んでもらってると、OK よっていう形になりますと。まあね、文字だけだとちょっとイメージわかりづらいんですけど、こちらですね、24年の10月25から25年の1月14日までの間に対象製品を購入して、それの、えー、納品証とか保証証、 とかね、えー、そういった、まあ、買った証明書っていう、まあ、この日付にこのカメラ買ったよレンズ買ったよで証明書あとバーコードね本体側のっていうものを、えー、封筒に入れたりとか指定の用紙があるのでそれで、まあ、お送りするという形ですねで2月14日までに、えー、届いてたらいいよっていう形ですけど親友こうやったかなっていう形になります ステップとしては、えー、ステップ1ですね、応募対象製品の製品登録、ニコンイメージングの、えー、簡易登録っていう形になって、私は、えー、このカメラとレンズをシリアルナンバー、この番号で使ってますっていうのを、まあ、登録するんですね。で、登録してで、その時に、あ、これはキャッシュバックのこの2024のオータム キャンペーンの対象だから、えー、キャッシュバック申し込んでもらっていいよって感じになると必要書類がダウンロードできる PDF がね案内されたりするんですよでそれダウンロードしてもってまあプリンター、えー、コンビニとかねまあ印刷してもらったりとかしてもって専用用紙、えー、いろいろまあアンケートとかあったりとかで住所とかはねニコンイメージングの会員に登録しているのがまあ反映されてたりするか間違いがないかをチェックしていただいたり とかですねあとはまあいろいろ納品証保証証のコピーとかかな、えー、用意してもらう感じかなでバーコードは箱を直接切り抜く形になるのでこれだけは原本が必要箱本体のね原本を切り抜いて貼っつけて 封筒で、送ってもらうでよく私がお伝えしているのは特定記録。プラスね、なんか最近10月ぐらいから郵便料金も上がってるけど、特定料金、特定記録はどうなったんやろう ?180 円とか200円のままなのかなえっと、封筒プラス200円ぐらい追加でお支払いすると、えっとね、 問い合わせ番号がつくんですよで問い合わせ番号があれば封筒がちゃんと届いてるかが分かるので、まあ、ニコンさん側にちゃんとこの封筒、まあ、言うたら、えっと、定型外で送って、まあ、定型ない定型外で送ろうとも問い合わせ番号がなかったら荷物が別のポストに入れられてたりとかどこの郵便局で泊まってたり、まあ、言うたら私たちのキャッシュバック言うたらお金ですわ申請するお金のチケットが紛失されたとしても 追跡しよようがないんですよねそれを200円でリスク保険が変えるとしたらすごくいいかなというところがありますので私はいつも特定記録まあ,あの慎重にあの考えすぎかもしれん神経質かもしれへんけど私は、えー、すごくそれを押していますでもっと言うと今のところ私はトラブルがないっていう形ですねちゃんと届いているという形でございますね。 でキャッッシュバックのの対象の製品はどういったもののがあるのもちろんそのキャッシュバックってものはすごくお買い得やとは思うけどもそもそも興味ない <laughs> カメラレンズばっかりやったら関係あらへんからね自分が「まあ、これちょっと前から欲しかったよ気になってたんよ」っていうカメラとレンズがあれば お、をこの機会に安くゲットできんじゃないのっていうのが、えー、キャッシュバックのね、一番の楽しみどころでございますけども、えー、注目は XP7 e e d 世代目を搭載している、えー、フルサイズ機でございますね。ニコンさん側でもピックアップと思いっきり書いてますね。キャッシュバック初登場製品をお得にゲット。今回は、えー、ニコンの Z6 の3型ですね。えー、Z63 と ZF。 の、まあ、ボディとかあとは2420のレンズキットとか40の F2 のスペシャルエディションとかね、まあ、レンズキットあとはピックアップとしては、えー、Z180-600 ですね5.6か6.3の VR 超望遠の無印の、まあ、ズームレンズとしてかなり、まあ、人気のね、えー、レンズというものが2万円キャッシュバックという形になっていると、まあ、このカメラたちが特にピックアップニコンさん側からの、まあ、注目おすすめだよっていうものになってます で、<laughs> そうなんですよ。ジ、え、マ、ー、さん、またこの話と思われてる方はね、ありがとうございます。いつもうちの動画見ていただいて本当に嬉しいんですけども、この Z6 の3型のキャッシュバックについては、前回ね、実はニコン、戸惑いキャッシュバック、Z63 型の問題っていうところでね、取り上げさせていただいたんですよ。なんでかっていうと、ちょっとね、このニコンさんの今回の2024の、えー、オータムのキャッシュバックの企画ってちょっとざわつかせたんですね。えー、最近 カメラ界隈って、界隈っていう言葉が結構なんか流行語になりそうな感じでね、今年の流行語は何やろうね、大谷選手かな。<laughs> お、大谷さんがやっぱ、あ、でもドジャースに行ってから、大谷さんはあれどっちかっていうと前のチームの言い方やね、なんかこの今年の流行語が気になるところですが、カメラ界隈っていう、界隈っていう言葉は結構最近、あの、いい意味でも、 えちょっとうざえー、とあまり好まれない形の言い方でも使われてたりするらしくて「界隈いってなんやねん」みたいな感じで使われてたりするらしいんですけどあ私もあえて「カメラ界隈と使わせていただくんですがちょっと騒がせたんですよね、まあ、SNS 上でちょっとええー、ってなっただけなんですけど、えー、Z6 の3型4万円キャッシュバックなんですねすごくお買い得じゃないですか4万円ですよ4万円あったら結構なもん買えますよ もう言い方変えたらレンズ1本変えますよね28とか40あたりであればっていうところがあるんですけど、えー、現在、えー、Z6 の3型、えー、ニコンダイレクト価格で43万5600円と、えー、10月時点十一月末10月末11月頭時点にこの、えー、記事書いて動画収録しているんですけど43万5600円ですで、えー、3か月半ぐらい前かな 夏ぐらいに登場してきているカメラなんですよ Z6 の3型ってね。で10%じゃないですかいわゆる43万円に対して4万円ってほぼほぼ10%ちょい。が3ヶ月半で10%オフっていうかまあ10%還元ってちょっと早ないというか <laughs> 初めの方に買うた身としてどうしたらいいよっていうのがちょっとざわざわっとしたと。 いうところがあってただ、えー、このねニコン戸惑いキャッシュバック Z63 型問題の動画でも数多くの方からねコメントいただいてありがとうございます全てのコメント拝読させていただいておりますけどもあの勝った方はやっぱりねまあ確かに「あちゃ!」って感じにはなっているけども それでもやっぱこの夏3、4ヶ月の間、Z6 の3型を使い倒せたことであったりとか、えー、イメージングクラウド、ニコンのね、であったりとか、フレキシブルカラーピクチャーコントロールの可能性であったりとか、まあ、いろんなところで先行的に、えー、利用できるっていうところに、まあ、投資したと考えれば、 うん、まあ納得かなだしもっと言うと Z6 の3型が登場した時って為替がね160円超えてたりとか円安が進んでたりとかで今140円ちょっとになってまた今円安進んで150円とかなってるでしょうもう為替がわけ分からん状態になってるんですけどもだいぶ日本円ボラ高いみたいなね感じになっちゃってるんですけどねあんまりまあトルコとかアルゼンチンのお金に並ぶぐらい日本円って今 危ない通貨としてね見られてるっていう感じでも言われてたりもしますのでまあその為替のところも含めてもう買い時がいつかわからないというところがあるんですけどもまあ言い方を変えると新しく今回のキャッシュバックを機に Z6 の3型を購入しようと思っている方からするとかなりお買い得ですだって4万円オフやからね43万円ちょっとのやつが4万オフですよ で、それに対して発売直後に購入した例えば Z6 の2型から Z6 の3型に乗り換えたかったやっと Z6 の3型が登場したか確かに価格は強気かもしれないけども昨今の円安の状況であったりとか、えー、搭載されている機能を考えると、えーまあ、入れ替えるのがいいかなというところでいわゆるかなりニコンの Z シリーズのゴリゴリの根強いユーザーさんがなんか あれみたいな感じで私らなんか4万円ぐらい損した気がする損してないんですけどねしてないんですけどなんかちょっと早ないもうちょっと私らにこの優越感に浸る時間ちょうだいよっていう3ヶ月半だけみたいなねところがあったりするのでちょっと あのー、発売直後に買うたユーザーに対してニコンさんそれはちょっとどうなんっていうねところで、うん、キャッシュバック対象に Z6 の3型を入れるのは早すぎるんじゃないのかっていうね声が多かったりもするので、まあ、結構ざわざわしたというところがあります。 実際ね、えー、かなり多くの反響もありまして、先日の記事とか YouTube でも解説した動画では、えー、コメントいただいてね、えー、本当にありがとうございます。数多くのね、お声がいただいたのは、それだけ注目されているんだろうなーっていうところがありがたいですね。ニコンがそもそもミラーレスで相手にされてなかったところから注目されるようになっているっていうのは、まず一つの大きな進歩なのかなーって、えー。ニコンでミラーレス出たん、どうせ。 てんてんてんみたいな感じで相手されてなかった3、5年前かな。3年前、5年前とかは相手されてなかったですけども、そんなことよりって言われてたので、レンズはみたいな感じだったんで、それが今、Z6 の3型がね、話題の中心になってるっていうのは結構、えー、印象深いなというふうに思います。まず Z6 の3型というカメラはですねすごく優秀ですものすごくいいカメラですただ今回注目されているのは価格に見合ってるのかどうなのか問題なんですよね為替の関係もあるとは思うんですけどキャッシュバックのタイミングが早かったんじゃないのっていうところがまあ話題の中心になっているカメラそのものがどういう機能があってどういうこういうことができるというよりかはニコンが3ヶ月半で10%のキャッシュバックしてるでっていうところが一人歩きしているような 感じですね実は Z6 の3型ってこんな話をしてますけどめちゃくちゃお買い得なカメラなんですよ。まあ理由なんですけど国内価格が高いだけであの世界の目線で見るというか基軸通貨で見るとめちゃくちゃお買い得なんですね。なんでかっていうと日本国内ではまあニコンダイレクトで見ると今43万円なんです。えー、まあ言うたらオールラウンダーですね Z ってフルサイズ機 F。 5 6 7 8 9っててナンンバリングされてるんです、ね、Z5。で、6って言うたら、まあ、中級機、この前の DGP のアワードではハイエンドって書かれて、うんって思ってたんですけど、まあ、言うたらミドル機の位置づけ、まあ、オールラウンダー、いろんなことができるミドル機ではあると。で、その上に高画素機の Z7 シリーズがあって、高画素かつ連射ができる携帯性に優れた Z8 があって、フラグシップの Z9 があると。 いう形になると Z6 ってどちらかというと中級機でオールラウンダーでスチルもムービーにもめちゃくちゃ強いというカメラで43万円まあ強気ですよねまあその何十年も前からカメラ触れてる身からするとフルサイズの中級機ってやっぱり20万から25万ぐらいかなって私は思ってるんですまあ後半出てくる D780 とかまさにそうなんですけどまあ25万30万超えられるともう カメラ手かんよねっていう感覚ではあるんですけど実際計算してみると電卓叩いてみるとですね43万5600円の Z6 の3型に対してクーポン2万1000円分がつきますこれ次回使えるクーポンなのでその場で値引きとか、えー、還元されるものではなくて次のニコンダイレクトで利用する時に2万1000円分使えるよっていうクーポンとキャッシュバックの4万円分 っていうもののがあるのでそれをまあ引くと実際、えー、戻ってくるお金次使えるクーポンってものを合わせると37万 4, 円ですでも実際お買い物時に出ていこうかけは43万5600円から気をつけてくださいね私たちが実際お金払うのは43万5600円そこから数ヶ月後二3ヶ月後4ヶ月後ぐらいに4万円が返ってくるかつ次の買い物の時に2万1000円分が使える っていうだけなのでここはね、えー、留意していただくといいかなというところなんですけどもまあまあそういったものをもろもろ計算したとで、えー、37万4600円だよっていうのはまずここでね計算しているものになるんですけどもまあ Z6 の3型米国ではですよ Z6 の2型とほぼほぼ価格据え置きの2499ドルで出てるんですね。でなるとこれですよここ。 ドルですこれってまあどっちかっていうと Z6 の3型は価格据え置きなんですよねほぼほぼ <laughs> えっと例えば100円やったら2499やったら249900円でしょ単純計算中級期249900円まあ25万円弱妥当じゃないですかなので Z6 の3型自体は実は妥当なんですねで 円安による私たちの通貨日本円が勝手に価値を目減りしているだけなんですよね。これがまあ辛いところで、えー、数年前為替110円ぐらいの時代やったらまあ2499ドルって28万円ぐらいなんですよ、まあ、30万弱ぐらいちょっと強気なミラーレスの中級機かなーっていうぐらいの位置づけなんですけども。 私たち今円150円ぐらいかなで当時この Z6 の3型が出た時って160円ぐらいの円安が進んでるタイミングやったんですねなのでえっとプラス10万円ぐらい出さないとカメラ買えないなのでほんまは2499ドルに対して100円時代やったら24万9900円やったし110円時代やったら28万円ぐらいやった。 で私たち今150円とか160円の円安の世界線で生きているので、言うたら28万ではカメラか、Z6 の3型買わしてくれへんのですよね。日本円で買おうと思ったらプラス10万円出さんとあかんでっていう。円安って怖 <laughs> これカメラだけじゃないですかね。パソコンなんかもそうやし、いろんな車とかバイクとかガジェット系なんかも含めて、もう家電も含めてね、もう全部が。 ななってるし、今どうなのね電気代とかガス代とかも全部上がっていってるしいろんなものが上がっているのか単純に日本円の価値が目減りしてるからまあでも国外のもんじゃないもんはそれは当てはまらんかでも難しいですよねとにかく私たちが使っている今日本円というものは日に日に価値がなくなっていっていると価値が目減りしていっているというところが正直つらいところであるというところなんですねなので実は2499ドルで出てきている Z6 の 3型っていうのは Z6 の2型とほぼほぼまあ価格据え置きでこんだけの機能が追加されてできることが増えて、えー、出てきているので登場しているのでまあ日本円じゃなくてドルとかで購入される方国外の方からするとすごくお得 <laughs> っていうのが、えー、実際のところでございますね。 まあこれはどっちかっていうとニコンさんに対して Z6 の3型価格強気すぎ43万円そんなん誰が買うねんって言ったら日本円で私たちが買えないだけで海外からすると超買い得 <laughs> 誰が買うねん国外が買いますドルが買いますドルの人たちが買います日本円の私たちは買いたいうん頑張ってえと貯金してくださいって言われて つらって思うんですけどこれニコンさんがどうのこうのじゃなくてやっぱり通貨の番人としての役割を持っているまあ日銀なんかが円安を容認しているまあ為替介入でどうのこうのって言うてますけど結局150円ぐらいに来てるし政治も私たちね今だいぶまあ言い方あれですけど若干不透明じゃないですか不安って安心感はそんなにないかなっていうところが。 まあこの前もね、選挙ありましたしんま,あま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 あって感じですけども何んんて言うかなうん安心感はない状態なのでかなりまあ不安定な状態に私たちは今過ごしているんだなーってのをカメラから間接的にね学ぶことが多いかなというふうに感じてます。で状況がまあ少しずつ変わりつつあるっていうのは Z6 の3型が登場した時は まあ円安160円ぐらい円160円160ぐらいで今はこのキャッシュバックが発表された時って円高に結構触れててえとそれこそあのあの岸田政権からあの石破さんのね政権に代わっていろんなことがあってまあ円高の方にだいぶ触れたというところがあって140円から150円前後ぐらいまで。 エンダー円高,の方円高いよでも140円やけどね昔100円110円してる身からするとええってなりますけどもまあまあまあ価格調整で Z6 の3型160円時代と140円時代のこの価格差がだい大体、まあ、4万ぐらい出てくるので、うん、キャッシュバック入れてるのかなっていうふうに予想されてますただ状況が変わるのは皆さんもお気づきの通り また円安になってきてきるでしょ <laughs> これまたなんか卵とかなんか乳製品とかチーズなんかまさにそうやしバターもそうやしパン小麦とかもそうやし野菜もそうやしお肉もそうやし何でもかんでもですけどまた値上がりするんちゃうかなって円安円高容量増えた値段戻ったいやまた円安になっていきよんちゃうかなみたいなところがありますのでまたねこの4万円っていうのが まあ価格調整で4万円入ったという名のもしかしたらまた戻っていって逆にお買い得になるような時代になるのか高すぎじゃなくて妥当だったよね Z6 の3型みたいな評価に変わる時代も多分円安180円200円時代が来た時ですよには評価は変わるんじゃないのかなとただもう最近ニュース見てても円安150円いっても 何も言わないでしょう私はかなりその辺意識して見てはいるんですけどやっぱテレビで見てるとまあ円安だとしてももうやっとられへんから海外皆さん旅行テレビ番組も行ってはるしでもっと言うと150円え150円にまた円安になってしもとるやんと思ってニュース見るとまあ大谷選手のね まあすごいことですけどもフィーバーっていう形でおお優勝しとるでーみたいなすげえなーみたいなところがありましてうんまあ基本そっちあとはあの日、ー、雇いうの,あ,のあんまりよろしくないね闇バイトみたいな表現されてますけどもなんか最近いろんな言葉を使ってなんか闇雲にする表現が多いですよね闇バイトってあれ ああいう言い方する必要あんのかなってちょっと思ってしまいました普通にえっと日雇いの良、えー、くないことをしているまあ、もっときつい言い方はあると思いますけども別に闇バイトっていう言い方をしなくてもいいと思うしなんか最近いろいろな言葉でいろんな自称は一緒やのにごまかしてるなんなんやろね、えー、ベスト直起事例、えー、みたいな感じのなんかもそんな感じなんかな、うん、まあ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 、まあ ね、まあ,あんまその辺は言わん方がええんかもしれんけどまあ慣れたくはないですけども私たちがもうステルス値上げステルス増税に慣れてしまっている感覚がまあメディアにとってもあるのかなまあそれをしたとて多分数字取れないんでしょうねニュースで円安がどうのこうのって言っても多分数字取れないんやと思います視聴率取れないんやと思いますわ多分視聴者の評価良くないやろうしスポンサーとかからの評価も良くないんかなだから報道をする理由がまあビジネスやと思うんでねテレビ局側さんとメディアさん側も なので単純に注目を浴びれるところにフォーカスしてスポンサーさんから PR 費用ってものを出してもらう必要があるのでまあそういったところのニュースは取り上げないのかなってのが感覚ですなのでまた160円時代180円時代になると価格調整ではなくて Z6 の3型はシンプルにお買い得に。 なると思いますし円安が180円200円って進んでいって Z6 の3型が43万円から10%上がって47万8万ぐらいになった時には発売直後に購入した方はすごくまあお買い得だったね10%ぐらい値引き値上げしてるからね今みたいな感じになるのでまあ為替とニコンの価格改定のタイミング次第かなというところがあります。 まあそんな話をしてもね私たちがその為替とか各カメラメーカーがなんぼで想定して価格設定してくるかっていうのは読めないので読めたとしても当たるか分からへんしそれを待ってる間にそのカメラを利用する機会を失うっていうのはものすごくもったいないというか私たちはやっぱり時を止めれないのであのー、老けていくじゃないですか日に日に1日,1日1日過ぎていって、えー、おぎゃって生まれてから えー、いろいろ楽しかったお疲れさーんって言って燃やされるね仮装されるまでの間にもう私たちの心臓は刻コ々クコクと動いていってるし言うたらよくねあの言われる生まれた時から死へのカウントダウンがスタートしていくそのカウントダウンしていく人生の中でどんだけのことが楽しく生かせて自分に与えられた時間を有意義に楽しく満たして誰にいろんな人に貢献どれだけできるのかを楽しむのが。 え生ききていいく間にででることやでみたいなこととやみたなねよく人生の先輩から教えてもらいますけど私たちは時間を止めれないのでお金はもう持っていけないのであっち側の世界にはねなのでまあ買える時に必要な時に買っておくこれが為替がある程度読めたりメーカーさんが出すタイミングが読めたり えーとメーカーさんがなんぼで価格設計してくるか内部の方やったら分かるかもしれんから待つかもしれないですよただ私たち外の人間からすると分からへんからせきみつ情報で絶対出てこうへんし出てったらまずいことやからなので必要なタイミングで買うしかないのかなとそれで必要なタイミングで買って、まあ、今回のような形になったとしても、うん、まあしゃあないかニコン推し活してるしぐらいの感覚で受け止めれるメーカーとか製品を選ぶべきだと 思います逆にそこで、えー、とちょっとでも引っかかるようであればその製品とかメーカーは選ばない方がいい自分が後悔すると、うん、いうか引っかかるしねっていうところがあって高みづかみされたって思うんやったら高値掴みしたとしても納得できるような製品を選んでいくのが大事かなというところでございますね。 で、なんか価格の話ばっかりになっちゃうから、改めて Z6 の3型、キャッシュバックで狙うべきなのどうなのっていうところに持っていくために、Z6 の3型の、えー、お買い得だよと言いつつ、特徴全然言ってないんで、何がすごいのかですね、何が私が注目しているのかですね。まず、まあ、20個ほどザラーっと並べてみました。えっとね、登場時、まあ、世界初の FX 対応の部分積層型の CMOS センサーを搭載しています。部分型ですね。 部分積層型なのでまああのー、ちょっとおーって思いましたよねあそういうやり方あるんっていうまあこれやったらコストを抑えつつまあなんかいろいろ可能性感じるなーっていうところがあるのでもう今となっちゃう誰もこの話しないですけど実は登場時は世界初の FX 対応の部分積層型の CMOS センサーを搭載して登場してきておーって騒がれたっていうのがあります。 で、読み出し速度は Z6 の2型に比べて3.5倍に向上しておりますので、まあ、サクサク快適に、まあ、使えますし、まあ、そんなにそのサイレント撮影とかでもなんかこの前のね、えー、と歪みが出るかっていうとそんなに出ないかなっていうまあそれは Z8 とか9に比べたら厳しいとは思いますけどそれでも普通に使っていく分には全く問題なく快適っていうところがありますねで、画像処理エンジンは XB の7世代目になっておりますので、まあ、Z6 初期型 Z7Z62 型 を利用されているる方からするともう別次元の、えー、画像処理エンジンの世代が上がるとこんなに違うのかっていうところを楽しんでいただけるんじゃないのかなと。で Z6 の2型よりも20%ほどオートフォーカス精度速度を実、えー 向上させていいるるという形があるんですけどこれは速度も大事なんですけどどっちかっていうと私は精度かなオートフォーカスの精度っていうところがすごくまあカスタムワイドとかね 3D トラッキングなんかも含めてですねやっぱり x p の7世代目っていうのはまあ,あの、えー、とオートフォーカスで引っ掛ける方法が数多く用意されているので自分の撮り方で適している使い方ができるっていうのがすごく魅力なのかなというふうには思いますのでここも魅力かなと。 あとは細かいまあ条件とかはね、画素はこんだけでとか、連写時はこういう設定でっていう細かい話はありますけども、高速連続撮影拡張でまあ20コマ秒であったり、プリキャプチャーで最高約120コマ秒の高速連続撮影が可能であったりとか Z、Z6 の3型の EVF めちゃくちゃ綺麗ってね、私自身もレビュー動画の中で空を撮りたくなるカメラやなってお伝えした通り、まり、Z9 とかよりも4000カンデラのね、すごく明るい気象 えー、EVF 使ってくれてるし、DCI-P3 相当のね、広い敷域っていうねあの、よく斜めにある色の、色の図の、まあ、どっちかっていうと液晶モニターとかパソコンの時のモニターの説明で出てくる、こう、ー用ってなんか伸びたね、斜めに伸びたやつで DCI-P3、ここまでの敷域カバーしたのすげえなー、みたいなね、形のものであったりとか、まあ、あとにかく EVF 綺麗よ、明るくて綺麗よっていうことです。で、静止画は、えー、ISO 感度ね、64000、えー。64, 000 っていうところ動画は ISO の51,200 を常用撮影感度とししてて実現しているまあなのでまあ暗いところでもね積極的に使っていけるカメラやし NX スタ d i オを使ってですね自分ならではの絵作りが追求できるフレキシブルカラーピクチャーコントロールが楽しいで最近このフレキシブルカラーピクチャーコントロールに対して動画組含めてかなりニコンさん Z6 の3型プッシュしているところがあって私たち昔からいるニコン系インフルエンサーはもう相手にされてねえなみたいな感じが <laughs> あったりもしまあも相手にしてなかったでしょうね、まあ都合よ よく PR に使っとこうぐらいだったんかなぐらいのところでございます。なんかニコンさんが遠くに行っちゃったっていう感じが、えー、すごくしますね、えー。ニコンの新しいクラウドストレージのサービスですね。えー、ニコンイメージングクラウドにも、まあ、登場時は唯一対応している。今のところ私がこの動画収録している時点でもニコンイメージングクラウド自体は Z6 の3型しかかたくなに対応させていないので他のカメラ対応させちゃうともう流れちゃうからやろうね。 Z6 の3型に集中させたいっていうまあ独占の機能になっちゃってるせめて Z と F ぐらいは使わせてあげてもええんちゃうかなって思うんですけどね、えー、有名クリエイターさんが作ったニコンのイメージングレシピ例えば誰々さんが作ったこういった色の絵作りのピクチャーコントロールをクラウドピクチャーコントロールとして登録するとその色で撮れるようになれますなのでまあこれを販売する人も出てくるやろうしさっきのフレキシブルカラーピクチャーコントロールはどっちかっていうと自分で作っていく カラーブレンダーとかで楽しく作っていく感じなんですけど、えー、もうフレキシブルカラーピクチャーコントロール、ようわからん、横文字やめてくれと。えー、もうカラーブレンダー、そんな面倒くさいことできるかと。もうピクチャーコントロールでええ感じのやつがあったらええねんと。用意しましたよ。イメージングレシピです。っていう感じになってたりもするので、まあ、こういったところがね、すごく魅力なのかなと。 あとはまあ動画にも強いので、12ビットの 6K の N ローであったり、プロレスのローのね、HQ であったり、10ビットのね、5.4K のプロレスの422の HQ の内部収録が可能。これ、今となっちゃうね、まあ Z9 とか8とか。 ありますので特に何も思わないかもしれないんですけど実は Z6 のシリーズってオールラウンダースチルムービーどっちにも強いと言いながらですねやっぱり Z6 の新型までは外部レコーダーが必要な世代のカメラだったんですねそれがやっとこそ Z98 という形でローのね内部収録っていうものもログファイル収録できるっていうものになってきてですね Z6 シリーズもついにやっと本当に3世代目としてスチルムービーのオールラウンダーとして確立してくれたかなと というところがありますので、これ実は Z6 の3型の中でも特に大きいんちゃうかなって思いますインパクトとしてね。 で、N ログの動画撮影の ISO 感度を低感度側に、まあ拡張、えー、とマイナスの2ぐらいまで、ロー2まで持っていけると、ISO200 ソット。どうしても N ログで撮っちゃうと、ISO 感度800とぐらいだかなボーンって持ち上がっちゃうので、これをね、まあ結構下げちゃうっていうのは大きいですよね。で、フル HD の 240p の最大10倍スローですね。これ結構面白くて <laughs>。今4倍スローとかやったらね、他のカメラでも結構入ってますけど、10倍スローがね、結構 240p って面白いなと。まあこれがまあフル HD ではあるんですけど、 使いどころによっては面白いなというところがあります。で、被写体検出は人物、えー、顔とか瞳とか頭部とか胴体とかね、被写体の,あの人物が遠くにいてでもあの発見する機能はすごく向上してますし、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自動、自転車、列車とか、まあ、9種類の、まあ、被写体に対応しているよっていうところが、まあ、ありますよと。あとは、まあ、リッチトンポートレート。まあ フラットモノクロームとかディープトーンモノクロームとかね、XP の7 0 0 z f あたりで追加されたピクチャーコントロールであったりとか、Z8 とかでね、搭載された美肌効果っていうところももちろん入ってますので、ものすごく使い勝手がいいよと。で、操作系は Z8 とか、まあ、そのどっちかっていうと、最近の、まあ、Z シリーズと比較的寄せてくれてる形になりますので、ボタンレイアウトなんかも、まあ、他のカメラ使ってる方からしても映りやすいなと。 いうデザインの一貫性。まあ、Z6、Z7 って結構デザインのところがね、ニコンらしくはないかなっていう。まあニコンのミラーレスではあるけど、どっちかっていうとミラーレス感が強くて、ニコンのミラーレスらしくはないかなみたいな。で、Z9、Z8 でそうかっこいいねってなった時に、ZF はもう格別にね、ヘリテジデザインやから別物としてかっこいいんですけど、Z6 の3型もかっこいいなと。Z6 の3型でデザインであんまりあーだこうだ言うてる意見はね、聞かないので、ものすごくね、改善されたんじゃないのかなと。 いうところがあります手ブレ補正すごいっすよね。Z9 とか Z8 超えてますよ。8弾でもうなんか Z6 の3型使った時に手ブレ補正おおって思いましたよね。プロモーションのビデオの中でもあのスケボーをしている人をビデオグラファーの方が収録する時にジンバルじゃなくて、えっと、トップハンドルくっつけた状態で、えー、撮影していて言うたら動き物を、えー、ビデオグラファー側が動きながらも 手持ちで撮れるよっていう、まあ、ジンバルの方がそれはすごく滑らかではあるんですけども、まあ、必要十分に取れるよっていうところをえ強調しているポイントになります。この8弾はねほんままににシンプルすすごいいなって思いますでニコン発の音声 LINE 入力、まあ、これもね動画とかで、まあ、どっちかっていうと、まあ、し激しい収録というよりかはうん、まあ、インタビュー関係とか含めて音楽関係の収録なんかを含めて、まあ、LINE 入力あった方がいいよねって。まあ どうなななのキャャプチャー側でオンライン入力対応するんじゃないのかなって私の使い方やったらね、思うんですけど、まあ、カメラ側でも LINE 入力対応、まあ、できることが増えるっていうのはいいですよね。で、138.5の101.5の74なので、大体14センチ、10センチ、7センチちょいぐらい。で、質量760グラム。まあ、もうちょっとね、<laughs> 質量のところね、頑張れるんかなと思います。それはまあだいぶ先の話かな。今は質量膨らもうが、バッテリー消費が激しかろうが、とにかくできることを増やすと。 いうところがただ Z6 の3型は Z8 とかに比べてかなりバッテリーの消耗っていうのは抑えられているので安心して e n u l 1 5 c でがっつり使えるなっていう印象がありますで昨日かな DGP のイメージングアワードの最高位の総合金賞と技術企画賞を受賞しているなので2024年の DGP のイメージングアワードの最高位のカメラが実は Z6 の3型であると いう形なのでまああんま皆さん何も思わんとは思うけど実は2024年の DGP の、まあ、ベストなナンバーワンカメラを私は持ってるんだっていうね、えー、総合金賞のカメラを持っているんだっていう感じでね、えー、なんていうの優越感に浸ってもらえるといいかな DGP のイメージング側はそもそも何をなんですけど、まあ、メーカーさんからね、うちこのカメラ今年出してんっていう、まあ、いろんなカメラメーカーあるでしょ、ニコン含め。えー、うちこのカメラ出してんっていう形でエントリーされたデジタルカメラとかフォクトアクセサリー関係を対象に、デジタルカメラを中心としたね、撮る、見る、残す、編集するといったデジタルイメージングにまつわるあらゆるソリューションを対象としたイメージング側の総合っていうところで。 まあ最高位のね、総合金賞に Z6 の3型が輝いたよと。まあ、コメントなんかもね、数多く残ってましたけど、まあそのあたりもね、またおいおいお伝えできたらなと。えー、Z6 の3型に関しては過去にも数多くの動画を投稿しておりますので、興味ある方はね、ぜひチェックしていただけるといいかな。これキットレンズ2420ですね。なのでまあ徹底解説 Z6 の3型であったりとか、実際ね、あのー、 スナップ撮影とかね、ちょっと街ぶらで撮影した時の印象であったりとか、あとは Z6 の3型ね、すごくあのポートレートのあたりも使い勝手がよく縦でね、持った時にメニュー画面縦で映ったりとか、瞳 AF も優秀になってますし、美肌効果もあったりとかね、するのでポートレートでも大活躍しますし、そもそも Z6 の3型の設定画面どうしたもんかなというところはもう1時間ぐらいの尺で、私が 徹底解説している、喋るマニュアルとしてね、えー、Z6 の3型の内容を全て語っている動画がありますので、こういったところを参考にしていただけるといいかなと思います。ちなみに Z、Z6 の3型の画面ですね、しっかり瞳 AF、えー、発動し、かつ、機能していますし、えー、左側ね、あのー、縦で向けた時にモニターが縦になるって、多分 Z6、まあ、ZF、Z6 の3型、Z8、Z9 を使っている方からすると、 何を今更当たり前のって思うんですけど他のカメラを使ってる方からするとカメラ縦に向けてもカメラの目には横向いたままなのでこういった縦で使えるっていうのはねすごくいいですよってで右上にねあのピクチャースタイルピクチャーコントロールのところが、えー、リッチトーンのポートレートになっていたりとかいうところがありますので、まあ、こういったところでねとても人物撮影に向いているカメラだよーっていうところをねお伝えできたらと ちなみに、このレビュー記事はですね、日清デジタルさん、ストロボのね、日清デジタルさんで Z6 の3型を用いた時の、フォートレートの撮影レビューっていうものを日清デジタルさんのウェブページ側で寄稿しているので、興味ある方はね、見ていただいたらというところがございます。っていうのが、Z6 の3型の全体像かな。なんとなく伝わりました。私がお伝えしたいその価格の面であったり、機能面っていうところと、あとはもう、 まあまあ、さらっと流していきますわ、後のカメラは。えー、説明不要の ZF です。だって Z6 の3型だけで40分いっちゃったでしょ。<laughs> なんで、さらっとお伝えしていくんですけど、まあ、ZF はもうそんなに詳しいこと言わんでもね、皆さん、ね、ご存知ですよね。<laughs> いいカメラです。今となっちゃうめちゃくちゃお買い得な、<laughs> まあよく言われるコストパフォーマンス、高いというか最強なカメラになっちゃってるというところがありまして、 今のフルサイズのミラーレス一眼カメラで他社と比較してもかなりお買い得感のあるカメラが ZF だと思います。えー、こちらはですね、こっち腹になってるな。こちらはですね <laughs>、フィルム時代を代表する FM2 にインスピレーション、インスパイアを受けているね、まあ、洗礼された外観デザインとダイヤル操作を両立したカメラであると。まあ、ZF ね、こういった形になっておりますので。 かなりね、いいカメラかと。まあ、ZF ね、皆さんいろんなレンズつけますね。まあ26とか28とか40とかの薄型単焦点もあれば、もちろん S ラインのようにね、2 4 2 0であったりとか、35とか50の1.8とかもありますし、中にはね、134の F1.8 の S ラインプレー,ナーまあ超望遠もつけれるっちゃつけれますけど、どっちかっていうと超望遠は別のカメラでもいいかなと。で、私自身はね、まあ、2450とかこういったズームレンズって ってなるとコンパクトなのってフルサイズ対応ってそんなに数が多くはないので、まあ、2450はこういったところで生きてくるなっていうところであったりねこういったズームレンズなんかを用いたりとかねするところがあったりしますね。であとは、えー、見た目はまあクラシカルな。 ヘリテデザインのカメラにはなるんですけど実は x p d の7世代目ですね一番新しい画像処理エンジンを搭載していることであったりとか、えー、バリアングルの液晶を横に、ね、ポコって出してきて実はニコンの FX 機の中では今まで横チルートと縦横4軸チルトの2種類でしたなので、えっと、実はバリアングルの FX 機って ZF が初めてやったんですよねっていうところであったりとかまあ見た目は おしゃれな昔風のカメラなんですけど中身は最新のカメラですで価格に価格以上の性能を持ったカメラだなっていうところがありますでもっと言うとカジュアルを融合した ZFC といろいろとねあのー、ここが ZFC はちょっと物足りないみたいなことを言われていたポイントを ZF で見事に回収しているっていうところが、まあ、利便性の向上も含めてですね、すごく快適に使える点も魅力だなぁと思いますね。で、先日のフォグトレンダーシリーズのまあレンズ、おしゃれなね、あのー、マニュアルフォーカスのレンズであったりとか、あとはね、オールドレンズなんか、マウントアダプター使ってね、利用される方であったりとか、まあ、そのデザイン含めて相性はかなりいい。 カメラにななりますのでなんかレンズ選びの可能性も広がるし、えー、カメラでね撮影するもちろんそのハイエンドなね性能スペック勝負で撮影するっていうのもすごく大事ではあるんですけどカメラを持ち出して楽しく撮影するっていうところにフォーカスできるっていうのはすごく大事な要素なのかなというふうに思いますねちなみに ZF はさっきの DGP のイメージングアワードの2023 <laughs> Z6 の3型が2024でしょ去年の2023で審査員特別賞を受賞してたりもするカメラですね。で ZF はまあ過去にね私自身新機能7点この見た目と性能のギャップがすごいとかどっち選ぶ ZFC と ZF であったりとか ZF ね持ち出したポートレート、あのー、スナップ撮影であったりとか ZF の全メニューの設定完全ガイドとかいろんな動画を投稿しておりますので、まあ、興味ある方はね見てもらえるといいかなと。 ZF もさらっと流させていただいているので他にもミラーレスのまあボディであったりレンズキットっていうのがキャッシュバック対象になってるよという形なんですがこの動画はキャッシュバックでカメラ編で切り取っているので Z6 の3型 ZF の情報が多いんですけど他のねカメラも一応さらっとやんわりほんま数分だけ見ていこうかと思います特にまあそんなねもう今となっちゃもう結構前のカメラなので あえてそんなに取り上げることもないんですけど、えー、Z8 でしょ Z8 であったりとか Z6 の2型であったりとか、えー、Z5 がまあ今回ミラーレスの対象になっていると で気になる点はあるけど私の今のところの最適解として、えー、Z8 っていうのはねまあ、すごくいいカメラかなというところで、まあ、高画素かつ高速連続撮影に優れているかつ、えー、ENEL15C というですね ENEL18D ではなくて Z9 の機能なんかを、えー、サイズコンパクトにして詰め込んでくれたカメラになりますね。まあ まあ、過去にももうほんま30本、50本単位でね、Z8 に関する動画ってまあ投稿しているので、私の日常的な、まあ、業務も含めてメインカメラにもなっています。もちろんハードな撮影になると Z9 の出番が増えるんです。フラグシップの方がいいなーって場面があるんですけど、まあ、ほぼほぼの撮影8割方はですね、Z8 で十分に事足りるっていうところで、本当に出番が多いカメラだなーというふうに、まず Z8 で撮ってみようっていう感じになっているところがあります。 で気になるところはあるけどもって話なんですけども何気になるとこ聞きたいじゃないですかまあバッテリーの消耗速度ですやっぱりねそこだけですねまあバッテリーが減るのが結構早いんですよっていうのも他のカメラに対して Z9 でやってたような高性能な処理を Z8 の筐体と ENL15C のバッテリーで 動かしているのでちょっとねあのバッテリー減っていくのが早いですなので予備バッテリー前提であったりとかあとはボディナイティブレ補正とかね EVF も優秀ではあるんですよもちろん優秀ではあるんですけど今の時代となっちゃ Z6-3 型がボディナイティブレ補正とか EVFZ8 よりもいいもので出てきているのでもちろんその2450万画素と4571万画素という違いは有効としてあるかもしれないんですが ぜひ今後 Z8 の2型なんかが出るときにはこのあたり Z6 の3型よりも上位のねナンバリングされている6より8の方が上なんでねっていうところがあったりするので期待したいかなというところでございますね、まあ、興味ある方はね Z8 のカスタム設定大公開あの私のねカスタムワり当てこの前の えっと、撮影機能の呼び出しのホールドなんかも結構ね、あ、そんな機能知らなかったです、役立ちましたってコメントであったりとか、まあ、Z8 の完全設定ガイドであったりとか、えー、600mm のね、えー、っと63の方かな、であったりとかね、えー、超望遠で使ってみると Z8 っていいよとか、Z8 もファームウェアのアップデートでリッチトーンのポートレートとか、ZF の後に入ったので、その時のファームウェア2.0の 機能紹介で3.0に期待することであったりとかあとはプレーなね登場のタイミングでももちろん135利用しておりますし85の1.2のポートレートの撮影の時でも Z8 作例で語るというところで Z8 は本当に私のまあ基盤となるかその評価するいろいろ試す上の基準という位置づけになっているので。 で価格 .com マガジンさんです、ね、の方でも私自身 Z8 の, Z の、ね、ファームウェア2.00の徹底解説というところで、えー、私も機構レビュー、投稿させていただいておりますので価格 .com さんの、ねえー、記事なんかも参考にしていただけるといいかなというふうに思いますと。であとは Z シリーズも今、えー、だって ZFC30、50、5、6、6の2型、6の3型 77の2型89って、まあ、10種類ぐらい登場しているあと ZF もあるかっていうところもあるので、まあ、1011種類ぐらい出てきているのかなと思うとですねうーん気分転換のスナップ撮影に使う程度にはなっちゃってはいるんですけど Z5 もやっぱり今でも根強い人気のあるカメラです。Z5 がちょうどいいよ っていう、ね、方も多いのでこのね Z5 っていうのもまあ確かに入門機の位置づけにはなると思いますフルサイズのねミラーレスの中ではなのですごくおすすめのカメラではあるんですがキャッシュバックの金額1万円ぐらいっていうところと今となってはもう ZF が、まあ、ヘリテージデザインをどう思うかっていうところはあるんですけど ZF がかなりお買い得感あるのでで XP の7世代目っていうのはやっぱね別次元の快適度合いがあるので まあ、シングルポイントで真ん中でパチって取っていく分とか横チルがいいのよっていう液晶がね横チルとかバリアングル苦手なのよとかいう方は Z5 を使うといいかなとは思うんですがまあほぼほぼの方は今は ZF を選ばれる方がいいんじゃないのかなってところはありますただ興味ある方は選んでもらうとものすごく長く使えるハマる人にはもう長く使える相棒なのが Z5 になりますね というミラーレスの話があって次は一眼レフですね、まあ、一眼レフもサクッとお話しするんですけど、えー、D850 ですね20 2017年もう7年前ですか、えー、9月8発売で D780 もう4年前ですか、えー、2020年の1月24日の発売でキャッシュバックが両方5万円です結構大きいですね D780 なんかは特に28万6000円ぐらいになります。ニコンダイレクトでね。この動画収録時。クーポン1万4300円とキャッシュバック5万円があるので、22万1700円。結構お買い得でしょ。今回のキャッシュバックで私自身もコメントを多くいただいているのは、実はレフ機の D780 がここ、うん 狙い目かもみたいなね、えー、結構コメントが多くて確かにっていうところがあって私も D780 買ってるんですけど多分ね2424万24、まあ、5万してなかったんですよ私の中でやっぱり780もそうですけどフルサイズのミドル機っていうのは850が上位機で高画素きでいるからね780とかの中級機っていうのはやっぱ感覚として 110円時代ですけどね、2020年やから。私が購入した時って110円時代やったから、為替が、えっと、24万5万ぐらいやったと思うんです。25万はしてなかったと思います。25万してたら多分高って言って買ってなかったと思うんで、25万下回ってたから頑張ったら買えるかっていう感じで、まあ、買ってたかなというところがありますので、まあ、22万1700円ってなると、まあ、登場時のテンパーオフぐらいの販売店価格で出てきているなと、キャッシュバックでね。 これはやっぱりその価格改定が入って今はね28万6000円で大体 10%20% ぐらい上がっちゃってはいるんですけど価格改定が入る前の ZD780 の登場時期ぐらいの金額。 で、キャッシュバックを入れると購入ができる。なので、今110円時代から160円時代になって円安が進んでね、価格改定で日本で購入するカメラがどんどん 10%20% 値上がりする中、110円時代の登場時期の金額で、まあ、D780 が今買えるっていうのはお買い得なのかなっていうところがあります。なので、やっぱミラーレスがね、今すごくニコンの Z シリーズ含めて勢いありますけども。 やっぱりレフ機なのよっていう方にはね今回の D850 とか D780 っていうのはすごくお買い得なチャンスなのかなというふうに思いますねもうなんかこの広告にすごくなんかね歴史を感じるよね7年前やからね D850 とかねあとは D780 とかですね XPEED5 世代目やね私が XPEEDD750 使ってて4世代目で ポートレートとか撮っていく上で人物撮っていく上でこのままニコンの色でいいかなーって思ってた時に750使ってる私から見て850が出てきたんですよ D850 が。で河野先生のポートレートの作例お花がバッてついてるねモデルさんのお写真見た時にうわもうニコンの XP5 世代目から人物の肌色全然全,然全く問題なく使えるこれめちゃくちゃいいやんって思ってニコンを使い続けようと思ったカメラですね高画素機の850も7年前になりますね。 でえー、っと780はエススピード6世代目になってたかなもうここでえっとあのー、Z6 の、えー、っと初期型と D750 のガッチャンコハイブリッド機になるんですよなのでえっと D750 のレフ機能 まあ仕組みまあ、シャッター速度とかかなり8000とかに上がったとは思うんですけどでライブビューとかのところのまああのコントラストの AF のところであのかなりねちょっと食いつきが難しかったポイントが750にあったんですけど Z6 の,の初期型の機能を中に入れてくれているので780は、えー、OVF よし背面液晶よしっていう形のすごくハイブリッドで使いやすいカメラっていうところになってますまあこういう感じかな。 ざっくり1時間ほどお話ししてきましたし、この記事自体が3時間ほど、で編集であったり投稿であったりとか、まあ、1本トータル5時間ぐらいのいつもの私の作業量にはなるんですけども、えー、キャッシュバック商品、数多くあります。で、Z6 の3型、ZF、まあ、どっちかというと、Z6 の3型6割、7割、ZF1 割。 ちょっとで他のカメラが1割2割程度のお話なのでこれ一個一個にすぐごべてのボリュームを詰めていくと多分34時間コースになっちゃうので、まあ、かなりね割愛させていただいているところがあるんですけど今回のニコンさんのね2024のオータムの、えー、キャッシュバックのキャンペーンっていうところに対して私からまあ、えー、こういったカメラだよ、えー、こういった特徴があるよ、まあ、金額はこうなんだけどもお買い得だと思うよみたいなところをね お伝えさせていただけたら皆さんのねカメラ選びの参考というかね何か役立つ情報になれば嬉しく思いますいかがだったでしょうかキャッシュバックね、まあ、カメラ側にフォーカスしてしっかりこんなに話すってのは久しぶりかなといつもはレンズ中心でねこのレンズとこのレンズがお解読だよ狙い目だよこんな写真が撮れるよっていうまあそのア,アウトプットの結果からアプローチするところが多いんですけど今回はやはりその Z6 の3型とか ZF とか注目されているピックアップの えー、キャッシュバック初対象っていうね、えー、ものもありますのでカメラ側にフォーカスしてお伝えさせていただきました。 このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また皆さんが気にしている、えー、キャッシュバックで狙っている、えー、気になっている、えー、カメラ、レンズがありましたら、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。あとね、写真集作っております。ジマチューブセレクトですね、ボリューム1、ボリューム2作っておりますので、興味ある方はね、概要欄にリンク貼っておりますので、購入していただけると嬉しいなと思います。オンラインサロン、ジマチューブコミュニティも運営しております。月書入会ね、 すごく、あのー、なんていうのその月単位で課金になりますのでお買い得に入れるのは月初のタイミングになりますので、えー、日頃 SNS で、ね、非公開のグループ内での写真に関する交流で、えー、月1のフィードバックのお写真に対する今月のテーマとか今月の1枚みたいなの皆さんからねご投稿いただいてそれに対して私自身フィードバックさせていただいたりとかそこからの半年後に、えー、大体 関西で合同展示会、写真展というものを開催する形で一緒に出ませんかってお誘いさせていただいたりするので、いわゆる写真撮影を続けていく上でのモチベーション維持、モチベーションアップのオンラインサロンを運営しておりますので、ぜひ一緒にね、楽しんでいただける仲間にね入っていただけたらと思いますので、興味ある方は概要欄から写真集とオンラインサロンチェックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録は無料でできる応援ボタンなので、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー